痛いね。なんかジンから。痛い。痛い。こっちも痛いですか。また押さえてますよ。そこ触らないから大丈夫みたいなポーズがね。冷えは足腰接触器に良くないですから女性は。ずっと膝が曲がっちゃいますね。痛いね。なんかジンから。痛い。どっちも痛いんですね。こんなに痛い人も珍しいってぐらい。なんか子供産んだことないけど子供産むより痛いだろうなって。いやそんなに痛いからそうかな。いや子供産むのはマジ怖いぐらい痛いですからね。マジかこれより痛いかな多分。痛いか分かるじゃないですか、ここが痛いっていうのが。陣痛って待ったなしですからね。なんか何もしなくても痛いっていう。確かに、しかも慣れないしね、マッサージとかって。行きますよ。はい。義足吹いて。でも暖かくなってきましたよね。どうですか？そうね、こっちぐらい。はい。暖かいです。あ、暖かいですよね。ここも最初からまあまだ痛いけど、こう流せますよね。ああ、そうですね。うん。なんていうんですかね。本当にカチカチパンパンっていう感じではなくなっているので。この辺が柔らかさが出てきて、うん、いいですね。でもふくらはぎもすごい冷たくて、やっぱますね。ちょっとふくらはぎっていろんな体の不調が出るところなので、心身ともに疲れちゃってちょっとなかなかね、だからでしょうね。どうですか、軽くなってきたんじゃないですか。はい、こちら正気なところになりますね。はい、血が巡ってる感じして、はい、気持ちいいです。はい、終わった後は気持ちいいんですね。そう、やってた気持ち。地獄の終わるとスーッとしますよね。あ、ちょっと小指ちゃんがまだ早いって言ってる。小指ちゃんまだちょっとこっち来ないでって感じですかね。じゃあ親指ちゃんからいきましょう。てコリ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 ゴリゴリしちゃうんすよ。痛い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 
じゃあちょっと軽めにしていきます。これぐらいですか？めちゃめちゃ変わってないですか？弱めたんですけど超痛い超痛い。結構軽いんですけどね、ごく軽めに。小指ちゃんどうですか？小指ちゃんこれならまだ耐えられる。まだ耐えられると。わかりました。あ、痛い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 。肩のラインですね。あ、痛い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 。今揺れてるだけなんですけど、指の間。これでまあ刺激してます。撫でるしかダメだ。撫でるしかダメ。じゃあこんなもんすか。ああ、はい。本当。本当に今日は調子良くないですね。ああ、確かに。いつももっとできてましたよ。あ、本当に。なんだかんだ言いつつ。やばい。やばいよ。なんか足裏やばかったな。そうですね。なんかやばい気がしてた。そんな気がしてたんだ。そうかな。これ大丈夫ですか？痛い。痛いけど足裏ほどじゃない。ではない。足首痛いね。ブリゴリしてるんですよね。痛い。あ、こっちも痛いですか。また押さえてますよ。そこ触らないから大丈夫みたいなポーズがお背中も左の方がね、硬かったですからね。うん。